さあ、じゃあチケット買いましょうか。そう、叩いてお金が出てこない。はい、この両方、はい、ルーで当てるね、3人で3人9、1人3件3件最低どこでもいけるだろう。45円や、うん、もう 3件でどこまででもいけんじゃねえのと多分わかんない。で、あれもじゃあらやなんだ、あら1枚ずつコインの音が聞こえるぞ。おう、全然プラスチックだね、これね、うん、これで何で、もしかしたらこれこの穴がなんかあれなんじゃない、なんかカウントになってんじゃない。なるほど、そう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 、入れて読み取る感じかな。じゃ新鮮メトロって書いてありますね。全然軽いっす、ただのおもちゃみたい。え、てかこれどうすん、これどうすんだ、これ。え、ちょっと待って、入れるとこないんですよ。入れるとこない、そういう時は入れるとこない。はい、あ、タッチなのこれ、これタッチ、嘘、タッチなんだ。え、じゃあこれすごい、これ IC 入ってるのこれ。そう、IC 入ってるって。やばい、こんなただのプラスチックに。で、しかも日本は切符でこう入れて、うん、ほらもう残りゴミになっちゃったりとかだけど、これだと、はいはい、もう一回だってこれ使い回しでしょ。使い回しだから、やば、エコなってる、超エコだね。この国はなんだかんだエコなんですよ。すごい、はい、じゃあ1番線、はい、うん、高投入しろ。はいはい、投入でした。入れるタイプでしたね。タッチしたら入れろって言われた。